まあ、ブログにも書いたわけですが、先日 DQ10TV で発表されたバージョン 6.1 のアップデートの内容の中に、まあ、ドアコ集会の根幹を揺るがしかねない、まあ、重大な変更点があったんですね。で、それがこちらになります。仲間モンスターのゴーレム大きさ変更ということで、まあ、ゴーレムの大きさが、まあ、かなり小さくなるということですね。で、もともとの仲間モンスターのゴーレムは、まあ、今までね、大きすぎて、まあ、仲間として、サポート仲間としてね、連れていても、まあ、画面が見づらくなってしまったりとか、まあ、バトルロードでね、使っていても、敵が見えなくなってしまうなど、まあ、結構問題があったわけですね。で、まあ、それに加えて、まあ、なんというか、ね、悪意のある人が、プレイヤーイベントなんかの、まあ、妨害のために、まあ、わざとゴーレムを連れてきて、まあ、画面を見えなくして邪魔をする、みたいな風に使われてしまうということもあったようなんですね。で、まあ、もちろんこの今回の修正というのは、やはりバトルで使いやすくというところも、あるとは思うんですけれども、まあ、どちらかというと、この悪用できなくするために、今回の修正がされたという意味合いが強いのかなというふうにも感じています。うん、というのも、このゴーレムの大きさ変更の他に、まあ、もう一つね。まあ、こちらですね。まあ、お魚表示設定というものが、追加されまして、うん。まあ、魚の見せる機能ですね。まあ、そちらで見せられる魚を、まあ、非表示、ね、表示しないにすることができるようになると。まあ、この機能も同時に実装されるということですね。で、まあ、この魚の、魚を見せるという、機能も、まあ、わざと大きな魚を出して、画面を見づらくしてしまって、まあ、イベントの妨害をするみたいなね、というようなことをする人がいたと。まあ、そういう使われ方がされていたと。というので、まあ、この魚を使った妨害だとか、まあ、ゴーレムを使った妨害みたいなことをできなくするために、今回修正されたのかなと。まあ、そのために、このゴーレムの大きさ変更というのと、魚の非表示機能の二つが、まあ、同時に実装されたということなんじゃないかなというふうな、感じがするんですよね。で、まあ、この、ゴーレムの大きさの変更というのを、まあ、私は、ドアコ集会の根幹を、揺るがしかねない重大な変更点と、このように表現しましたが、まあまあ、まあ、大げさな言い方ではあるんですけどね。まあ、このゴーレムというモンスター、まあ、ドアコ集会ね、参加されたことがある方なら、皆さんね、ご存知だと思うんですけれども、まあ、このゴーレムを使って、この雪だるまの仕草をすると、まあ、自分のキャラクターも雪だるまになるわけですが、この、ゴーレムも巨大な雪だるまに、なるんですね。で、その巨大な雪だるまを、まあ、何人か、で、まあ、何体かの雪だるまになったゴーレムを並べて、まあ、通行止めになってますみたいなことを、まあ、ドアコ集会で毎回、まあ、恒例行事としてね、まあ、そういうことがされて、まあ、ドアコ集会ではそれが、まあ、長年親しまれてきたわけですね。
まあ、それが、バージョン 6.1 のアップデートで、まあ、ゴーレムが大きくな、ゴーレムの大きさが変更になって、まあ、ゴーレムが今までより小さくなってしまうということは、今までのような巨大な雪だるまではなくなってしまうということになりますので、まあ、通行止めみたいなね、まあ、ドアコ集会の、まあ、一つの風物詩がなくなってしまうということになります。で、まあ、私もドアコ集会ね、よく参加させていただくので、まあ、率直に言って、まあ、残念だなというふうには思います。で、まあ、これにつきまして、まあ、早速ね、まあ、提案広場なんかにもいろんな意見が出ていまして、ね、まあ、単純に小さくするんじゃなくて、元の大きさと、見やすい小さい大きさと選べるようにしてくださいみたいな。っていうのも、っていう提案もありますが、まあ、大きさを選べるようにしてしまうと、まあ、あまり意味がないというか、まあ、そもそもね、その大きさを悪用する人がいたので、まあ、一律ね、小さくしてしまわないと、ね、大きいままに、を選べるのであれば、うん、あまり意味がないんですよね。悪用する人がわざわざ小さい方を選ぶわけがないので、まあ、解決にあまりならないというふうに思いますし、まあ、ゴーレムをね、まあ、魚みたいに非表示にできませんかとか、まあ、自分で選ぶんじゃなくて、まあ、自分で選ぶというか、このゴーレムを連れてきてる人が選ぶんじゃなくて、この周りの人が、特定の誰かのゴーレムの見え方を選択できるようにしてくださいみたいな、まあ、そういった提案もあるんですが、まあ、ゴーレムといっても、まあ、サポート仲間なので、まあ、サポート仲間自体の非表示機能であるとか、サポート仲間の大きさを、小さくするとか、おそらくそういう技術というかね、そういうシステムになってくると思うんです。それだったら、まあ、他の人の連れているサポート仲間が全く見えなくなるとか、この、他の人が連れているオーガのサポート仲間がプクリポより小さくなるとか、他の人が連れているプクリポのサポート仲間がもう見えないくらい小さくなるとか、なんかおそらくそういう感じになっちゃうと思うので、まあゴーレムだけとか特定のキャラだけとかっていうのは技術的にもなかなか難しいのかなと、っていうふうにも感じます。まあ、その、ね、そういうね、悪用する人が、まあ、いなかったとしてもね、まあ、普通に使う分にも、まあ、もともと画面が見づらかったということもありますので、まあ、今回の修正というのは、致し方ない部分があるのかな、というふうには思っています。というようなことをね、まあ、いろいろ考えていたんですが、まあ、そんな時にね、まあ、とある方の、ツイッターのね、ツイートが目に入りまして、まあ、こういうことだなぁと思ったので、ちょっとね、ご本人に許可とか取ってないんですが、紹介させていただこうかなと思います。で、まあ、とある方というのが、まあ、ユオンさんという方なんですけれども、まあ、このユオンさんも、ドアコ集会に参加したことがある方であれば、まあ、知らない人が、いないようなね。まあ、もともと、このドアコ集会第1回の、まあ、おそらく立ち上げの時に携わっていた方の一人のようで、まあ、今もなおね、ドアコ集会を、まあ、中心となって盛り上げている、そういう方が、まあ、今回のゴーレムの件について、まあ、ツイートされてたんですね。で、ちょっとま、紹介させていただくと、ゴーレムは残念だなぁとは思う。絶対嫌だってわけではない。バージョンアップは受け入れるさ。ドアコ集会のみんなはたくさんの遊び方を作り上げて
るから大丈夫さ。今度はゴーレムの雪だるまをジャンプで通り過ぎる光景が見るかもね。ノアコちゃんが300人で次々ジャンプして走り去ったら楽しいはず。まあ、このようにね、ツイートされてて、これ見てね、まあ、やっぱそういうことだよなと。まあ、さすがイオンさんだなと。まあ、こう思ったんですよね。まあ、もともとこのゴーレムというのが大きすぎる。ね、で、まあ、邪魔だ邪魔だと言われていると。いうのを、まあ、逆手に取る形で、まあ、そういう逆手に取る遊び方として、このゴーレムの雪だるまによる通行止めという遊び方が、まあ、ドラコ集会で行われてきたと。だったら、それが、ゴーレムが今度小さくなってしまったと。じゃあ、この小さくなってしまったことを逆手に取った遊び方。これがまたね、今後、ね、現れてくるんだろうな、というのを感じました。まあ、結局、この、まあ、ゴーレムの大きさを使っての遊びだったので、うん、まあ、この、まあ、それだけがね、ドアコ集会でもないですし、また、バージョンアップ、時代とともに、ドアコ集会というのも、ね、より進化していくものだと思いますので、まあ、この、ゴーレムの大きさは変わったとしても、まあ、決して、ドアコ集会の楽しさが変わるわけではない、というところなんだろうな、というふうにね、ヨンさんのツイートを見て思いました。ということでね、新しい大きさのゴーレムでできる新たなドアコ集会の風物詩というものを、まあ、みんなでね、築き上げていくというのが大事ではないでしょうかというところで、今回はこの辺で。どうもありがとうございました。